着下津産仙台北16秒08、発着兵庫産泉16秒12。以上が女子共通 100m ハードル決勝の結果でした。なおこの時の風向かい風 2.4m でした。勝つ正面スタンバイ、表彰台にご注目ください。共通女子 200m の表彰です。表彰してくださいますのは、鹿児島市陸上競技協会理事長の松橋さんです。26秒16。共通男子 110m ハードルの決勝です。この大会記録は2012年に熊本の水村君が作りました14秒37です。これに出場する選手を紹介いたします。第1レーン阿田君高尾の、第2レーン川越君隼人、第3レーン岩君中種、第4レーン東郷君万世、第5レーン有村君加世田、第6レーン下村君鹿児島玉流、第7レーン河原君エイ、第8レーン渡辺君イズミ。以上8名の出場によりまして、東京男子 110m ハードルは決勝です。